Welcome back to Let's Play Mega Man 2。 ウッドマン弱そうじゃね。てかバブルマン水だべ。水だよね。まあ、前回バブルマン倒したんで、ね、あ、でもヒートマンだから水に弱いのかもしかしたら。あ、フラッシュマン電気だからあれじゃね、水に弱いんじゃねもしかしたら。じゃあフラッシュマンで行こう。ペルペルペル。まあ、前回は死闘の末。なんだ、クイックマス。なんだ、ここは。かっこいいね。これなんか滑る、あ、滑るね。滑る床だわ。なんだ。ちょっとクイックマン、ヒートマンあたりちょっとあれだな。ヒートマンは頑張ればいけるけど、クイックマンちょっとあれちょっと厳しそうだな。これ何がどうなってんだ。俺結構正解ルート行った。正解ルートあげるな。なんなんだこれ。食らったら何音。これさ、このさ、ブロックさ、あれじゃねえ、なんか特殊武器を手に入れたらなんか破壊できるとかそういうパターンだけど、ね、そんな気がするわ。舐めんね。ロックマックス歴を舐めんね。ロックマックスもロックマックスは別にいいよな。別にいいよ。あれは、いや、あれの話としていいのは、まあまあいいや。まあええわ。謎やわ。謎やわ。何を言ってんだ、待ってる。あ、イチャップ、イチャップ、お前。あ、上から行ったらまあ、え、でもどうやって見に行くんだろう、あれ。なんかあんのかな、またプラットフォームみたいなの作れるやつ。よくわかんねえな。あ、でもいけんじゃね、なんかちょっと迷路、あ、うわ、またこういうやつか。あの野郎。こういうジャンプ、ああいうジャンプででかいやつ。あー、あれと欲しかったな、欲しかったよ、あれ。ジャンプ系は強いんだな。ジャンプしてくるやつは強い、とりあえず。でかいやつも強い。これ大丈夫、これどっかの、どっか外れみたいな。そういうわけじゃなかった。あ、よかったよかった。何この人。あ、あら、一発で出せんだ。もっと自覚からだった。お、あれどうするかな。あ、でもいけんじゃねこれ。取ろうぜ。これだって大丈夫でしょ。ざまめろ、ざまめろ、ざまめろ。うお、なんだか、決まった。こいつ前回もいたね。前回で全速もいた。もう知らん、知らん、知らん。さよなら。さよなら。あなたに頑張ってられません。あ、よかった。こっちが正解だとか。あれ絶対食らうでしょ、だって。これ、これ、ああ、いるね。お、いい感じじゃないか。このステージもまあクリアできんじゃねまあ、いくつかの、これ何これなんだ、サブタンクかな、これ何ネクストって。ああ、はいはい。え、どういうことだろう。え、ぽ、え、マジで言ってんの。え、どっからだ、こっからだ、こっからだ、あんま下から行けばいいんだ。え、どういうことだ。え、なんかサブタンクかな、もしかしたらそれを取れば回復できるみたいな。ああ、降りてこい、降りてこい。はいはいはい。ちょっと滑るんだけど、ちょっと、こっちから行こう。こっちから行こう。うえ、なんだ、いんのかよ。もう知るか。バージンが。よーし。あれ？あ、あ、これでも結構簡単。このステージ簡単じゃなかったわ。ちょっと最後のと、ここがちょっとあれだけどな。ほい。じゃあこのパートは短く。1、どうすかな？ 1、は、1人のボスにつき、まあまあまあ、そこにしよっか、じゃあ。ボス、この足場なんで。ちょっとダメージ使ってみようぜ。これ、バブルマン。食らう？あ、食らってんじゃん、結構。あ、いい感じじゃん。これ弱点じゃね、これ。おー。お、何？動きが止められた。な、なんだなんだなんだ。おい。あ、もうゴリ押しでいけんな。ゴリ押しでいってしまったな。タラッタラララーン。いつ、もう少なくともね、5からはなんか、チュルルンチュルルンチュルルンっていうのが敵のなんかパワーを吸収したような、なんかエフェクトみたいなのがあってね。それはなかなかね、いい感じだと思った。これ好きだけどね。タイムストッパー。あー、時間を止めるみたいな。すげえな。何これ。メッセージ。フロム、ドクター、ライト。はい。なんだい？メッセージが届きました。アイテム3。コンプリート。アイテム 3？ なんだアイテム3って。お前の武器より。え、何？新しい装備くれたの？え、これどういうことだ？何？なんか新しい。え、何？武器が増えてるってこと？どういうことなんだろうな。4分しかやっとらんや。全然やっとらんや。じゃあ、行くか、もうちょっと。フラッシュマンだろ？フラッシュマンだから、フラッシュ。フラッシュってなんだ？光ピカーンって、時を止まらせるみたいな。ちょっと素晴らしっこいやつがちょっとザク、なんだろ、素晴らしっこいやつ。こいつじゃねえ？なんかこいつの気がするけどな、クイックマンだろ？いやー、俺これ行きたくないな。俺これ行きたくないな。まだ行きたくないな、俺はちょっと。ごめん。これで行こう。生意気な口調で申し訳ないです。まだすごい成績来たな。これ、ね、滑る床？これ、まあ、これも地味に難しい。あれ取ろうぜ。あ、そうなの。え、何が手に入ったの？フレーム？何この3って。何これ？これ何？お、何これ？え、これが何？ドクターバリーじゃねえな。これなんだ？何この物体は。これ危ないね。これ、あ、食らうのね。じゃあ、あれ上、これだ、待たなきゃいけないのか。ちょっと待って。ほい。あ、ダメだね。食らうね。
じゃあしょうがない、まずしかないってことか。敵が出てこないな。てかもうすげえ食らっちまったな。おいおい、やっぱなんかいくつかのステージは簡単なんだけども、いくつかのステージは難しい。そうそう、敵出てくんじゃね。おこれ何あー、なるほど、プラットフォームか、すげえな。これこれ何、おーおー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、え、ちょっと待って、なくならないで、なくならないで、取り替えらんない、取り替えらんない、終わった、終わった、終わった。これ、ビーテルの、あ、バブルマンのやつか。これ、使ってみようか、じゃあ。おー、いいね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 。なるほど、こうやってやるのか。ジャンプ、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 ジャンプ。ここは、まあ、いけるだろう。なるほどね。あれ、プラットフォームだと思う。あれを使って、まあ、じゃあ上行ったりとか、まあ、こう、多分ここでも使えるんだろうな。まあ、使わねえけど。あ、使ってみればよかったら、まあ、どういう風にちょっとやるのかってなんか。これ何？ここでいいのかい？ルルルーン、ルルルルーン、ルルルーン。あ、でもよかった。パスワードがあるってことは、まあ、いつでもやめられるってことだ。何、何あの人？何あの人？やめて、ちょっと。いってえな、あの野郎。落ちちまえよ。ピエロ野郎ね。あ、これ破壊できんじゃん。破壊できる、届かないよ。あ、なるほど。上をぶっ潰してから、こっち来ないで、こっち来ないで、こっち来ないで。これもう一個エナジータンク使うかも。あ、でもこれってでも難易度それとかなり低くなる、低くなるっつうかまあ。ああ、なるほどね。これもじゃあやってみる。どうやってやるの？どうやってやるの？サド、あ？あ？どうやってサドするんだ一体。言ってよ。え、ただね、さっきのとこ足場を乗せて、足場を作ってから言えばよかったかな。いや、それはないだろう、いかんでも。多分基本的にどのステージから始めても、なんつうの、テクニックすればクリアできると思うんだけどな。って、そういう仕様になってると思うんだけど、基本的には。やめて、来ないで、ちょっと来ないで、もうちょっと変態だもんな。ストーキングしないでしょ、だい。これは、じゃあ、まあ、端っこから飛ぶか、間違えて使っちゃったよ、もう。これ。これ、どうするの？乗れない。ちょっと待ってくれ。こうでしょ。これは普通にこれでいいじゃん。これ乗れなくね？これさ、どうやっていくの？ちょっと待って。じゃあ普通に行こうか。ギリギリとか。うれ！あ、いけるか。普通にいけたね。あれこいつ、倒せないのかこいつは。生意気だな。生意気なやつだ。やめてちょっと。自己主張激しいな。自己主張激しいの嫌いなの俺は。まったくよ。あれ？もうボスか。じゃあこれね、自力で倒さなきゃいけない感じですか。バブルマン、効かないべ。極玉に、あれだけあの、二つの、あ、一つの、なんつうの、一つの武器に対し、なんつうのか、わかんねえ、もう。あれ？クラーニ。なんかセブン、ロックマンセブンってなんかね、スラッシュマンって言いたいんです。それね、本当はなんか炎のやつに弱いんだけど、なんかまあ、なんつうの、もう一歩なんか、氷のやつも弱いっていうのたくさん持って、俺はまあ、それが俺が言ってたと思うんだ。あれこれ簡単に出せんじゃねこれ。あ、でも意外とあれだね。意外と強いな。でもなんか、アイスマンに比べたら全然いけるべ。まあ、いけたね。結構いい感じだな。パラ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 ー。あ、これでウッドマンだよ、きっと。だってこれなんかそれっぽいじゃん。もう切り刻んっぽいじゃん。はいはい。M ゲット。あ、M。メタルブレード。メタルブレード。あ、今回あれなんだ。ないんだよね、なんかな。じゃあ、多分こいつだね。次はな。じゃあ、そんなわけで何が待っているのか、ファインダーのネクストラセクソーチ。